音楽大学、3人同期で、卒業して演奏活動してるんですけれども、まあ、一応専門はクラシックなんですけれど、今日はあの軽い曲というか激しいやつとかで持ってきてますので、よかったら、まあ、ちょっと立ち止まって聴いていただけたらなと思います。それをフルートで言い合ってしまいます。